はいどうもお疲れ様です。10月14日朝6時の相場解説です。冷やしを見ていただいてますけども、まあ、上髭、下髭が出てますけども、相変わらずの上昇トレンド。これは迷うことがないので、このまま右肩上がりという風な枠を捉えていただければいいと思います。4時間です。昨日はね、CPI の発表もあったんですけども、北朝鮮ミサイルのこともあってね、ちょっと相場荒れに荒れております。こんな感じで、先っぽの方は、上と下に大きな髭を出して、 陰陰線陰線となってますよねこれではちょっとね、4時間では上に向かっているというふうに見分けることができませんえ。ちょっと慎重になることが大事ですよね。一旦引いたこのゾーンも、結局レジサポラインもね、あの下まで突き抜けちゃってるんで、完全に相場は壊れた状態と言えます。えだからといってのは壊れっぱなしではありません。相場ってのは回復していきますんで、徐々に徐々にテクニカルの動きを戻すことになります。その中で、昨日大きな動きがあったんですけども、今はね、 この上のラインがレジサポになってどうもねこういうふうな形を作ってるんじゃないかなと思うんですよでもうちょっとしないと分かりませんけどもこれによってね新しいレンジができるんじゃないかなって期待するところもありますね、うん、まあどちらにしてもちょっと相場大きく壊れたんで材料によって今日は取引になんないと思いますよもちろん基本的に迷ったら倍でいいんですけども147円超えちゃいましたからね なんかこれは147円ならではの利確が起きるような気がしてなりません特に金曜日ですからその可能性は非常に大きいですね、えー、基本的に月曜日ってのは新しい資金が入る時でもありますし金曜日ってのは資金がある一定の額引き出される時でもあるんですよただドル円で見たらどうなのかドル円で見たら円ドルでも見ないといけないんでねうんだからどっちが週末でお金が出ていくのかとかねどっちが 週の始めでお金が入るのかってこと、これ分かんないんですよ。うん、私たちはドル円の例えばから見てますけども、逆を返せばエンドルで見てる人もいるってことですから。はい。分かりませんね。えー、金曜日、とりあえず見学していきましょう。そういうことで朝スタートになります。また動きがあったら連絡します。